3です。パート3ね。ててててててて、かっこいい。一人だけもうなんかスイングがド素人みたいじゃん。スキンズショット。ててててて。いいね、このカーテンも。カーテンかっこいいね。なんか今回から増えましたね、このアイキャッチっていうんですか。なんかこう、展開するやつ。あれ、標準についてるやつ。このおばかさん二人は刻むんですか。刻んでもいいんだけどね、それつまんないから。いや、つまんなくねえ。池越え280ぐらいでしたっけ。うん、275ぐらい。そう、キャリー相対の、相対無双者。意味が分かんない。これ結構なかスライスかけないとさ。そうっすよね。そうよ、グリーンいかないんだよ、ね、いかないですよね。飛距離、飛距離も必要だし、スライスでめっちゃ飛ばないと。そう。めっちゃしっかり、しっかりインサイドから入ってた。しっかり林怖がりまくってる。なんか下手すぎー。もう何やってんの。自分がボール見ちゃってるから。カメラマンってこと忘れちゃって、もうギャラリーになってる。ブレがすごいな、ブレが。しっかりして。ちょっと左足を蹴って、この練習法やばくね。左足を蹴ってね。それで完全に掴めんの。掴める。ちょっと、ちょっと薄かったけどね。まあ、バンカー目玉。目玉、うん、超目玉だよね。勝也さん、あ、出た。名言。名言出た。迷った言葉って書いて名言ね。セーフティータイム勝つ。セーフティータイム。ここで生まれたんだよね。勝谷さん、勝谷さん英語喋れるんですよ。喋れる。アメリカ住んでましたよね。4年住んでた。4年住んでた人の英語力とは思えない。何週間行ってて、なんか待ってたから。これ使ったらだって俺のドライバーより飛ぶんでしょ。俺が使っても飛ばないよ。絶対使うわ。飛ぶんじゃないですか。これ誰の、誰の。小生。小生の。いらないっすよ、ニコ。全然飛ぶんだよ。あれ、マジ飛ばないから。見た、ドライバーで190ヤード。セーフティーが、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 完璧じゃないですか。完全にやっぱ。なんなのか、芯に当たってないからかな。スイングスピードが遅いから。スイングスピードが遅いから。結局、手の動きが大きいから、ヘッドが走ってないですよね。火にかかるとか、もうそこはね、棒振りみたいな。手の動きを抑えて、ヘッドがバーンとこう動いてこないと。結構習得まで時間かかりそうだな。いや、そんなことないと思うんですよ。本当？うん。2週間くらい。練習量によるけど。だいたいスイング変わらない。ちょっとイメージ変えれば。イメージが分かればね。全然飛んない。イメージ変えて、ドリルを練習場でちょっとやれば。治るんじゃないですか。ドリル。ビヨーン。最高の BGM じゃん今。ビヨーン。いや、でももうやると思った。本当にもう。マジだよ。全然思わなかったけどね。でもこれでもうメンタル終わったから。やりそうな構えしてましたもん。そう？結構いい構えじゃなかった。いやいやいや。何がいけなかったのあれ。でも一言で表せないぐらい悪かったですよね。シャンクってどうやったらなるの？まあ、基本的にネックに当たるんでしょ。まあ、ネックに当たってるんですけど、足からのプレーでしたね。打ってく時にインパクトゾーンでヒール側が前に動くような動きするからシャンクが出るんですよね。まあ、勝谷さんの場合はもう単純に手が浮きすぎてるってのはあるんですけど、そういうことね。でもそれっていうのは上がっちゃってるってこと？上がっちゃってるっていうのはヘッドが走っていかないからどの手出したくなっちゃって手が浮いちゃってる。うん、ビビってるもんね、これも。もっと、テイクバックしてった時にヘッドが体の後ろ側に行かないとダメですよね。前側にこうあるから、下ろしてった時にどん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 クラブがこう寝ようとするじゃないですか。ちょっともうちょっとインサイドに引いていいんじゃないかっていう。インサイドに引くぐらいのイメージでいいんじゃないかなと思いますけどね。これすごいよ。これはね、もう、
やっぱゴルフはパワーだなし。これすごいよね、本当に。自分でもすごいと思った。うん、やばかった、あれは。あ、いい感じじゃん。ナイス。どこが？ナイスオン。これがオンね。あれがオンね。オンってやつですね。オン、過去ただのってやつね。先生、60度入れてんの？これマジうまい。これ、全部 OK だもんね。このアプローチ。勝也さんのボディーパット。ちょっとそうですね。ですね。結構傾斜してんじゃん。どうだ。あ、本日や。でも今日一自信持ったパットじゃなかったんですね。キャラ渋滞してますよ。しっかり打てる。スライス、翔太さんの2メートルぐらいのバーディーパットですね。まあ、うまいねー。うまい。ナイスバーディー。そうでもね、酒の力か。酒の力だね。酒飲むとやっぱいいよね。この片手のうまいっすね。よく入ったなと思った。うまそう。なんか面白く言ってんの。いや、言ってないよ、これさ。この前全然面白いこと言ってないのにさ、ちょっと今のもう一回言ってみて、カメラ回すのこいつ最悪のフリだろ。そうそうそう、本当に普通の会話してたの。ちょっとはもう一回言ってみて。勝谷さん、普通が面白いってことですよ。いやでもさ、面白いこと言おうとしたら面白くない。そうそう、だったらもう普通に回しとけや。なんでさ、もう一回言ってって。そうやってカメラ見てて言えるわけねえだろ。でもいつもセーフティータイムカツだって超つまんないから意味わかんない。8番ホール178ヤード。ショートホールちょっと光ってて見にくいですけど、178、7番出たらいいなね。はい、7でキャリーどれぐらいのイメージなんですか？今は175とかじゃない？175。今はって夏はやっぱ一晩って違うな。185とか。185キャリー、うん、そんな変わります？185キャリー、185飛びすぎじゃない？下のクラブどうする？そうだよ。まあでもウェッジ4本入ってるんでしょ。うん、すげえさ、トップ低くない？いいと思いますよ、これ。だから曲がる。だから、トップは低いんだけど、うん、ヘッドはしっかり後ろに入ってるじゃないですか。うんうん、だから浅くないんですよね。だから、なんかそこって結構、勘違いしやすい部分だけど、低いのと浅いのは別なんですよ。そうなん、体がしっかり回ってれば、高さが低くても、僕は全然問題ないと思う。なるほどね。まあ、僕もどっちかというとそういうタイプだし。俺はすごい浅い。だから高くても、うん、ヘッドが前側にあるっていうのはやっぱ浅いんですよね。足がすごい左ですね。そういうもん。勝谷さんのトップ高いけど、うん、浅い。ヘッドが後ろに入ってないじゃないですか、あんまり。うん、だからどんどん体も回せなくなっちゃうし、手で打ちに行きたくなっちゃうんですよ。前にあるから、うん、前側にあるから、手でしか打てないじゃないですか。体回しても、クラブが動いてくれないから。そうだね。勝也くんあそこにいます。多分30メートルくらい。しっかり打った。まあちょっと難しいパットでしたね。まあ、いや遠いね。上りとフックライン詳細。あー、すげえボコボコ跳ねた。これめちゃくちゃショートだったよね。これはやばいよ。うん、これピンチ。本日初の本日初のピンチに対して同棲くんはこの顔で翔太バーディーパット。なんつーコメントで、コメントだよ。いやちょっと弱いかも。そんなことない。切れた。下手くそすぎるコメントが。ケイスパ決めてほしい。決めてほしいね、これね。欲しいな、これは。いや、うまいよ、これ。
どこがイップスなんだって感じじゃない？すげえストロークしてるよ。さすがです。ストローク、ストローク。これね、俺も乗るっつってね。これちょっと左向いてんな。スライスラインなんじゃないですか。うん、だいぶ左向いてんじゃないこれ。ボーン。わーい、いいパット。ナイスセーブ。なんかやってるよ。9番ホール、581ヤード、前半の最終ホール。ちょっと、ね、ツーオン厳しいよね。難しいっすよね。難しい。ずっと行くだもん、右。キャメロンチャンプってもう俺誰だか分かんないからね。PGA 勝ったキャメロンチャンプ。キャメロンチャンプ、距離エグいっすよね。ディアスしか。うん、ディアスなら分かるわ。おう。え、大谷翔平新人王だって。この辺かな。大丈夫ですね。何の情報ですか。すごい情報じゃない。見たけど。17年ぶり。あ、あ、なんか面白いことやるこれ。やんの？なんか面白いこと。うん。やんの？やるやる。最近映画出た。猫ちゃん。クリスソータのモノマネでしょ。クリスソータのモノマネ。最近猫の映画に出てたから長いね。絶対そんな感じじゃなかったよ。見てないもんだって。おー、うまい。猫ちゃん、めっちゃサード通るわ。どうしろよ今。全国のファンから怒られますよ。いや、ぶっ飛ばされるわ。いやでもショータイムの視聴者に不景気ソータファンとかあんまいなそうだもん。絶対ね。みんな男でしょ。うん、女性は1.4% そんなしかいない。ナイスショー。これも綺麗なフェードで決めてきました。セーフティーで。セーフティーね。残り340ヤード。このパワー5の2打目のさ、なんかさ、どこに打てばいいんだろうみたいな、いつも思うんだよね、これ。右側がずっとパワー5の2打目って届かないけどさ、なんか、うん、フェアウェイに沿って打つのさ、どこ向けばいいんだろうみたいな。もう、いいね、これ当たった？いや、あんま当たってない。ナイスけど、もういいとこ。ナイスです。いいとこと思うじゃん。思うじゃん、いいとこって。なんで2番やなんて。最後2番目、305ヤードを、うん、好きなの、2番で。狙いは台場の人は2番しかないから狙ってるだけで。うん、上からほんま。トイペ、あ、小生ね。いいスイング。うん、ドローだけど、ドローだけど、まっすぐ。さっきからフェードを取ったとした時ドローする。ですね。70ショータイム。ショータイム狙ったんだけどね。木の上どの距離的には、まあ行くかなぐらいの。ギリギリ。ブロッコリーみたいな。280、280人で行くってやばくね。やばいね。これ280。わー、右、うん、吹っ飛んでたね。でも、池越えたんすよ。いや、越えてない。全然越えてない。え、あの、ずーっと池が。プッシュスライス。プッシュラね。逆にもっと右打っちゃったんだ。こっちのショートのティーグランドの方。ショートじゃないか、ミドルのティーグランド。これ見てて、これすごいショート。ドライバー、また2番やん。2番や、2番やん。パワー5。ということからの、これすごいよね。めっちゃスライスかけるの。ドスライス。いい感じでも。スライスで乗せていく。カッチャーさんのその打ち方的には、すげえ。今みたいなこうスライス、うん、打つ時の方が腕と体が一緒に動くからいいんですよ。そうなんだよ。なんかね、スライス打とうと思った時の方がなんかね、ジャストミートしてる気がするんだよね。それはやっぱ外に引きすぎてるから。だから。うん、まあそうですね。小生みたいになりたいな。うん、なんかスライスインパクトの形のイメージですよ。スライス打とうとした時って体が開きた状態で当たるイメージするじゃないですか、うん、左に振りたいから、うん、だから脇がこう締まって強いインパクトができるけど、ま、うん、っすぐ打とうとする時に胸がボール向いた状態でインパクトしようとするから手ばっか間に合わせようとして手を振るじゃないですか、うんうんうん、だから手が出ちゃう。そっか、胸はちょっと開いてる。もっと体が先に回っていかないとダメですよね。クリーンオフから
このカメラワークもちょっとあれですよね。誰これ勝也だよ。入れってなんか遠くで言っちゃう。超遠いんだもん。ギャラリーだよ。バーディーパット 20m ですね。ドライバー2番や2番やでちゃんとバイバット打ってるんですよ。素晴らしい。素晴らしいよね。おー、うまい。ナイスタッチ。ナイス。1メートルぐらい残り。でって、でれでって。なんか喉だよね、BGM が。喉だなんだよね。これなんだっけ？パーパット。何？これめっちゃ曲がるからね。パパッと。でもよく決めたね。でかい。うまい。よく決めたね。活躍。パパッと。お尻ちっちゃ。お尻ちっちゃ。スライスライン。え？え？なんで映す価値なし。映す価値なしだった。外した？わかんない、忘れちゃった。パーでしょ、ここ。絶対パーだったと思うよ、ここ。ナイスパー、ナイスパー。ナイスパーさん。ナイスパーですね。ナイスパー入れとけよ。この動画見て。チョキチョキしてんじゃないよ。わざとじゃないか。